ゴードンマレーオートモーティブが新型 T33 を公開。V12 を搭載した100台限定のスーパーカーです。記載が放つ V12 スーパーカー第2弾。ゴードンマレーオートモーティブは新型スーパーカー T33 を発表した2020年8月に公開された3人乗りの T50 に続くスーパーカー第2弾で価格は140万ポンド。 約二億千六百万円からとなっている。全く新しいカーボンアルミニウム製、モノコックシャシーを採用した t 三十三は、t 五十よりも全長が、わずかに、長く、二人乗り仕様となっている。コスワース製三点九リットル v 十二エンジンを、特別にアレンジして搭載し、低速トルクは向上しているが、デブリミットは、t 五十の一万二千 r p m から1100、 RPM とやや低めになっているフラッグシップモデルの T50 の元に位置するより実用的なモデルとのことで新開発のパッシブアンダーボディエアロダイナミクスを採用し速度に応じてダウンホースを発生させる車重は T50 より 100kg ほど増えた一方価格も100万ポンド約1億5000万円ほど安くなったゴードンマレーオートモーティブ ジェメの創設者であるゴードン・マレーは、もし、スーパーカーを1台しか持てないとしたら、T33 は、その1台になるように設計されていますと語る。25年前から構想していた、33。T33 のボディプロポーションは、T50 と大きく異なるが、T50 は、ドライバーを中央に座らせるため、フロントガラスが25センチメートルほど前に出ている。 慎重に作られたファミリールックを共有している。両者のスタイリングは、マレーと彼のデザインアシスタントであるケビン・リチャーズが担当し、少人数のカナダドルモデラーチームと共に、社内で制作した。マレーは、1960年代のエキゾチックカー、特にアルファロミオ33ストラダーレ、フェラーリ D の 206SP、ランボルギーニ・ミューラへの 愛をを反映ししし優雅で整然とたたフォルムを実現した自分の好きなものを真似るのではなく、時代を超えたディテールやフォルムを見極め、今後数十年にわたって、ジェメモデルの美しさを維持するという長期的な目標を掲げているのだ。T33 は25年ほど前から頭の中にあったのですが、これまで作るための設備がなかったんです。私のデザインには、 すべて T の名が付いています。例えば T25 と T27 は都市向けの小型車 T34 はオックストラック T37 は TVR グリフィスのプロジェクトでした。時代を超越したスーパーカーをずっと計画しており当初は3.3リットルエンジンの搭載も考えていたので33という数字を選んだんです。そして今 ついに実現しました。ジェメは以前から発表している100台以下の原則の通り T33 を100台だけ生産する予定だ。今年の夏にプロトタイプを走らせ2024年から納車を開始する。また T33 のスピンオフモデルが2台計画されている。マレーによるとそれらはロードスターと T50S ニキラウダの流れを組む。 サーキット専用モデルになるようだ。低速トルクを強化したコスワース V12 新型 T33 は T50 とはプロポーションが異なり3人乗りではなく2人乗りとなっているが T50 の開発時の理念のほとんどを踏襲している。巧みにパッケージングされたキャビンはカーボン製のセーフティセルで乗員を保護する。カーボンパネルの多くはハニカムコアを持ち荷重を支えるために 軽合金製フレームが使用されている。ラゲッジスペースはフロントに一つ、角、リアホイールの前に、パニアのようなものが一つずつ、計三箇所ある。ラゲッジの総容量は280リットルで、小型ハッチバックとほぼ同じとマレーは言う。足回りは独自のもので、T50 から重要な教訓を得たというパッシブエアロ、構造、特許取得により、ボディ下に残されたスペースが、 t50 と全く異なるため新たな四輪独立コイルオーバー式サスペンションを採用している。フロントのダブルウィッシュボーンは合金製のサブフレームにリアはギアボックスに直接取り付けられている。エンジンは半構造的なシャシーの一部として十分な快適性を確保しつつサスペンションの剛性を高めるようになっている。ステアリングは油圧式で ホイールとタイヤのサイズは T50 と同じフロント19インチリア20インチ V12 エンジンは最高出力 615PS1500rpm 最大トルク 46kgM9000rpm を発揮する低速トルクに優れ 2500rpm でピークトルクの75%を発揮するというエンジンはジェメのこだわりを反映し ヘッドやカムシャフト、可変バルブタイミングシステムも変更された。トランスミッションは6速 MT が標準だが、パドルシフトもオプションで用意されている。マレーは T33 がジェメ最後の非ハイブリッド車になると述べ、すでに電動モデルの開発が進んでいることをほのめかした。米国販売に重点左、右ハンドル車も製造。T33 は、 エーサリー州ウィンドルシャムにある広々としたジェメ、新本社で製造される、最初のモデルとなる。一方の T50 と T50S は、ギルフォードから約 30km 南にある、ダンズホールド飛行場の端にある施設で製造されている。ジェメは、軽量化、独自性、手作りの品質、機能性だけでなく見た目の質も追求した部品。 美しい外観、顧客との密接なコンタクト、完璧なドライブという7つの指針を掲げて、ラインナップの成長に取り組んでいる。マレーは T33 の購入者の半数が米国に集まると予想しており、左ハンドルと右ハンドルの両仕様を販売する予定である。ジェメは他のメーカーが米国での認証のため採用している。 昭和ディスプレイというルールではなく、連邦政府の形式認証を完全に取得する予定だ。当社のような企業にとって、連邦政府の認可に2800万ポンド、約43億円を費やすのは大きな決断です。しかし、この車の適合性には非常に自信がありますし、認可を得られれば、実質的に、欧州仕様とそれ以外の国向けの2台の車が1台に、 なります。きっと価値あるものになりますよ。独占インタビュー。なぜ性能を追求しないのか。ジェメの創設者兼 CEO、ゴードン・マレーに、オートカルが独占インタビューを行った。T33 は T50 と、サイズやフォルムが近いですが、特別な意図があるのですか ?T33 は、フラッグシップである、T50 よりも、実用的な車として設計されています。もし、 スーパーカーを1台しか持てないのであれば T33 はその1台になるようにデザインされているのです。潜在顧客を対象とした調査では約85%が日常の運転に車を使うことが分かっています。そのため荷物の積載量や航続距離の長さなど実用的な要素を盛り込んだのです。T33 のインテリアはまだ公開されていません。 どのような感じなのでしょうか ?T33 は、ゴードンマレーデザインの原則を忠実に守っています。聖地でありながら非常にシンプルで、ドライバーにフォーカスしたデザインです。タッチスクリーンはなく、重要な機能はすべて最高品質のアルミ削り出しの、ロータリーコントロールで、バックライトは、混乱を招くので、すべてのスイッチが投稿機で照らされています。T33 は、 あなたの好きな1960年代の車から影響を受けているとおっしゃっていましたね。あまりに忠実にコピーしすぎるリスクはないのでしょうか。そんなことはないと思います。T33 と T50 は他とは全く異なる喫水のジェメファミリールックを備えています。しかし、1960年代、 1970年代の名車の多くは今のようにルールに縛られないエンジニアたちによってスタイリングされたものです。彼らは最も純粋で最も効率的なデザインをすることができたのです。私たちもクレバーであればそれができるのです。現代のスーパーカーのデザインは複雑になりすぎていると思いますかはい。最近の車の多くは デザイナーが頑張りすぎているのか、雑然としています。ルーバーやウィング、フィン、ダクトなど、必要ないもので車を覆い尽くすことに、何の意味があるのでしょうか。私たちは、その逆を行き、顧客も気に入ってくれます。T33 の性能は素晴らしいに違いないと思いますが、その数値についてほとんど触れていませんね。なぜでしょう私たちの車は、トレンドや、 トップレベルの性能を追い求める必要はないのです。時速0、9 7トル加速が2.9秒で、あろうと3.1秒であろうと、最高速度が時速3 4 0トルであろうと、時速3 4 5トルであろうと、どうでもいいんです。購入者も同じです。私たちは売り上げを追い求めているわけではなく、 これからもしません。シンプルな美しさこそが私たちの車の鍵なのです。本社拡張計画テストコースも設置。T33 はサリー州ウィンドルシャムにあるジェメの新しいグローバル本社で製造される。かつてキャンコープという会社があった約22万平米の敷地を利用している。ジェメは5000万ポンド、約77億円をかけて建物を再生。 拡張し、自動車製造施設、ヘリテージガレージ、エンジニアリングとデザインの複合オフィス、ハイテク自動車ビジネスでの人材を育成するキャンパスを設置する計画だ。また、顧客も、この場所を訪れ、車の見学や購入、納車を行う。さらに、新しく製造された車のシェイクダウンに必要な、小さなテストコース。 約700メートルを設ける計画もある。3つの建物からなる複合施設の改装が完了すれば、2024年までにウィンドルシャムで約100名の新規雇用を創出すると期待されている。しかし、ギルフォード近郊のダンスホールドにある既存の施設は T50 と T50S の生産拠点として維持する予定だ。